さて、行き先は。とにかくたくさん拾うことだね。錬金術師は欲張りでちょうどいい。あ、すごそうな場所発見。もっと近くで見てみようよ。威力が足りてない。もっと強力な霊気をぶつければ。あるいは、もっと強力な霊気か。いい道具考えてみないとね。みんな、僕はみんなのことを信じてます。もっと冷たい道具ができたらまた僕に渡してください。お願いします。うん、風子ちゃんの故郷は絶対に守ってみせるよ。そのためにも頑張ろうね、スーちゃん。よし、これならいけそう。こんな動画作れるかも。何作ろう、どれ作ろう。さて、どれを使おうかな。
それでいざ。ちょっ、油断しないで。ここに入れてみよう。この辺にこれを、こうするとどうかな。油断しないで。完成まではもう一息。丁寧にかき混ぜて。よし、とりあえずできた。特性はどれにしよう。これでなかなか上手にできました。右よし、左よし、俺様かっこいいよし、なんてな。これで、これが狩りを追い払うための道具ですか？そうだよ。私たちが考えた狩りを追い払うための切り札なんだ。それさえあればきっと狩りも。クーコちゃん、お願い。わかりました。それでは行ってきます。風子、頑張ってください。一発ぶちかましてやれ。
先生、僕の故郷は守られました。ありがとうございます。二人は僕たちの故郷の救世主です。ちょっと、救世主だなんて大げさだよ。いいじゃねえか、滅びゆく世界を救ったんだ。二人は間違いなく救世主だと思うぜ。そうだよ、フーコちゃんの故郷を守るんだって頑張ってた二人、かっこよかったよ。そうですか、救世主か、なんだかくすぐったい。救世主の二人に僕からの贈り物です。僕の宝物、ぜひ持って行ってください。あ、これ色は違うけど、あの石みたい。これで三つ目。フーコ、素敵な贈り物ありがとね。さて、これで一件落着のようだね。ええ、調査もこれくらい済ませれば十分でしょう。そろそろ戻りませんか。そうだね。今度の世界もとっても楽しかった。あ、みんないなくなっちゃうんですか。僕、ちょっと寂しいです。大丈夫だよ、フーコ。私たちまた絶対遊びに来るからさ。本当ですか。絶対ですよ、約束ですよ。うん、約束。それじゃあフーコちゃん、またね。二人とも、絵の世界はとても面白かったよ。それに、君たちのことも見ていて楽しかった。え？私たちを見てて楽しかった？ああ、苦境に立たされても屈することなく前を向く姿、そして他者を思いやるその姿勢。まだまだ未熟ではあるけど、錬金術師として必要なものは備えているみたいだね。ああ、僕がここまで人を褒めるのは珍しい。よければこれからもよろしく頼むよ。僕ができることならいつでも手を貸そう。もちろん絵の調査以外でもね。わあ、いいんですか。すっごいありがたいです。いや、構わないよ。常に同行していれば君たちのことをたくさん観察できるしね。乙女を観察しようだなんて、アルトさんのスケベ。別にそういうわけじゃない。ただ僕は、アルトさんもスケベだったなんて、男の人ってどうしてみんな。だから違う。おい、話を聞け君たち。おい、姉貴、装置の分析結果が出たみたいだぜ。ありがとう、見せてもらえる？なっちゃ、これはひどいわね。ああ、困ったな。これじゃ思ってたより早く。ええ、
何かしら対応を考えなくちゃね。ふっ、頭痛い。ああ、こっちの世界にも救世主ってのが現れないもんかね。6話、イニシエ。調合に移らなきゃ。材料材料。なになに、誰が喋ってるの？なりたい。リリー、どったの？変な声が聞こえたような気がして。また絵の声でも聞いたんじゃない？それか疲れてるか。リリー最近頑張ってるからね。多分気を張りすぎなんだよ。そうなのかな。さあさ、こういう時は息抜きが大事。次の要項も届かないし、どっかに遊びに行こう。そうだな、イルス賞のアトリエなんてどう？美味しいお菓子食べさせてもらえるかもしれないし。スーちゃん、お腹空いてるでしょ。わかった。じゃあ師匠のところにお邪魔しようか。思いっきり雨降ってるけど、今さら諦めるのもなんか尺だし、雷雨に負けずに走るのだ。リリー、お水は雲の。お出かけお出かけ。品物を並べたからですか？そうですね、新商品の力は確かに大きいです。1日に複製する数には制限を設けているのですが、それでもお客様はひっきりなしでして。制限なんてあるんだ。便利すぎてお客さんが堕落しちゃうからとか？いいえ、私の体質の問題です。道具を複製しすぎると、それはそれは大変なことが。大変なこと？今はまだ内緒です。お二人がもっとお店で買い物をしてくれたら。おーし、ちゃっかりしてるんだから。でもポルさん、無理だけはしないでくださいよ。そうですよ、お仕事のしすぎで倒れちゃったら元も子もないですからね。ええ、気をつけるです。でもランク制度のおかげで都がにぎわってる今はビジネスチャンス。今より紹介を大きくするためにもっと頑張らないと。コロネ
リアさん？リディさん、スーさん、実はまた新しいサービスを始めようと思うのですが。あ、そうなんですね。量販サービスの次は一体どんな？ズバリ、使った道具を元通り安心補充サービス。え？補充サービス？違います。使った道具を元通り安心補充サービスです。そこにこだわりあるんだ。それってどういうサービスなんですか？ですね、客か？開いてるぜ。お邪魔するわね。あれ、パメラさんだ。菓子屋に来るの珍しいような。確かにそうね。お部屋のドアノブが壊れちゃった。別にそのままにしてもいいんだけど、やっぱり気になるじゃない。だからグレースさんから腕がいいって聞いて、この鍛冶屋さんに来てみたの。なるほど、そういうことか。なら任せとけ。ほんと？あなた。俺たち、昔どこかで会ったこと。確かにそんな気がするわ。思い出せないけど。どこだ？南の方か、それとも西の方か、それとも。もやもやするわ。すっごくもやもやするわ。まあ思い出せないのは仕方ねえ。パメラって、今度飯でもどうだ？きっと俺たち気が合うと思うんだ。まあ素敵ね。ぜひご一緒させていただくわ。うん、じゃあ決まりだな。おっと、ドアノブの修理の件だ。なんか二人ともすごい意気投合してる。あははは、ちょっと変わった者同士、波長が合うんだったりして。
器を作るのか。で、どれにするんだ。材料を選んでくんな。材料を選んでくんな。防具を作るのか。どれがいいんだ。どこに行こうかな。いざ調合。この調子ならこんな感じ。いざ調合。この調子ならよしよし順調だね。ズバリここだ。これでいいか。さあ綺麗に仕上げちゃおう。ここまではバッチリに。どの特性を残そうかな。これでなかなか上手にできました。どの触媒がいいかな。さてどれを使おうかな。よし、始めます。この調子ならここに入れてみよう。ここしかない。これでさあ、綺麗に仕上げちゃおう。ここまではだ。どの特殊こんな感じかな。わーい、出来上がり。触媒で一味加えよう。材料はっと
これでよし、始めます。この調子ならよしよし、順調だね。よしよし、順調だね。あ、うまくいってる。丁寧にかき混ぜて、よし、とりあえずどの特性を残そうかな。こんな、なかなか上手にできました。どの触媒がいいかな。さて、どれを使おうかな。こんな、よし、始めます。よしよし、順調だね。よしよし、順調だね。ここしかない。あ、うまくいける。この辺にこれを。さあ、きれいに仕上げちゃおう。よし、とりあえずどの特性を残そうかな。なかなか上手にできま、錬金術にも慣れてきたかも。触媒で一味加えよう。材料はと、これでいざ調合。ズバリここだ。よしよし、順調だね。こうするとどうかな。丁寧にかき混ぜて、よし、とりあえずどの特性を残そうかな。どこ行く？武器を作るのか。で、どれにする？材料を選んでくんな。この材料でいいんだな。よし、完成だぜ。ほら、受け取るな。よし、できたぜ。リディのための杖、
ほらよ。わー、ありがとうございます。どうしたんだ、潰れたカエルみたいな声出して。重い、この杖重すぎますよ。重い？確かに金属製だけどよ、そんなにか。ちょっと貸して。むしろ軽いくらいじゃない。そんなことないよ。こんなの持ち運ぶだけで精一杯。プニでも持てるくらいの重さにしてあるんだがな。まあ重いって言うなら仕方ねえ。アリでも持てるくらいまで軽くしてきてやるよ。私の腕力いいか。あ、あははは。リリーはもうちょっと鍛えた方がいいかもね。作るのか。で、どれにするんだ。材料を選んでくんな。この、よし、完成だぜ。ほら、受け取りな。材料を選んでくんな。この材料でいいんだ。よし、完成だぜ。ほら、受け取りな。見てみやがれ、二人とも。剣、剣だぜ。うひゃー。ずいぶん嬉しそうですね、アゲルさん。ほうとうよ。なんてったって、うちはもともと武器屋だからな。武器の中でも剣は花形。しかもこれだけ立派なら嬉しくもなるってもんだろう。そうなんですか。よくわかりませんけど。そうなんだよ。ああ、愛おしい。頬ずりしたくなっちまうくらい綺麗だぜ。わあ、ダメですって。ほっぺた切れちゃいますって。ちっ、じゃあやめとくか。とにかく俺はそれくらい剣が大好きだってこった。だからこの剣を使うやつに言っといてくれ。雑な使い方したら分かってるよな。わかりました。バッチリ伝えておきます。あはは、頑張れマティアス。うっかり落としたりしないでよね。武器を作るのか。で、どれにするんだ。
こうかな。どんなものを作ろうかな。これでいざ調合。あれ、思ってたのと違う。よし、始めます。あ、うまくいってる。よしよし、順調だね。
しかない。ここに入れてみよう。よしよし、順調だね。油断しないで。あ、うまくいってる。ここで隠し味を。武器を改造するんだ。どの武器を改造するんだ。つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツ、どの特性をつけるんだ。これでいいんだな。完成だぜ。ほら、受け取りな。どの武器を改造するんだ。つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選、つけるパーツを選んでくんな。つけるパーツを選んでくんな。どの特性をつけるんだ。これでいい。完成だぜ。ほら、受け取りな。どこ行く、どこ行く。ああ、君たちか。フリッツさん、大丈夫ですか。すごい油汗。いや、問題ない。ただの胃痛だからな。良ければ薬を作ってきますよ。薬を作る。あ、言ってませんでしたっけ。私たち錬金術師なんです。なんとそうだったのか。縁というものは奇妙な。痛たたた。安静にしててください。胃薬ちゃちゃっと用意してきますから。あ、すまない。よろしく頼む。よし、これならいけそう。次の予定は、さあ行こう。こんな動画作れるかも。どんなものを作ろうかな。どの職場へ。材料は、
それでいざちょこの辺にこれこの辺にこれをこの辺にこれをあとちょっとこれさあ綺麗に仕上げちゃおう。ここまではバチッ。特性はどれにしよう。こわーい出来上がり。どこに行こうかな。助かる。早速いただくとしよう。ブビャッ。なんだこの苦さは。何を入れればこんなに。特別に体にいいものをちょっとだけ。具体的に何とは言えないですけど。心配しなくていいですよ。その証拠にそろそろ。お、胃の痛みがみるみる引いていくでしょ。うん、これが錬金術の力です。うん、今までも散々世話になってきたが、やはり錬金術はさすがだな。ありがとう。二人とも随分と楽になった。いえいえ、よかったです。でもそのお薬はあくまでも応急薬でして、やっぱり根本から原因を解決しないとダメだと思うんです。原因か。間違いなく心労だろうな。え、ドロッセル様。ああ、あいつが方向音痴なのは知っているだろ。以前はぐれた時は再開するのに4年以上かかった。それでもいなくなる時はいなくなるのだ。まるで魔法や妖術の類のように。というわけで、あいつと離れぬよう気を使う日々が私の胃袋に深刻なダメージを与えていることは確実だ。なるほど。それは解決できそうもないな。だろう。ま、最近は方向音痴を自覚したのか、あいつなりに気を使ってくれるようになった。それにいくら胃が荒れようと、あいつは可愛い娘、父親として見放すわけにはいかないさ。わかりました。また胃が痛くなったら遠慮なく言ってくださいね。特別配合のプニエキス、特盛りのお薬を持ってきますから。プニエキス。あ、やば。それでは失礼します。おい、プニエキスとは何だ。本当に摂取してもいいものなのか。おい、どこ行く、どこ行く。次の予定は